日本赤十字秋田看護大学は、秋田市上北で去る、電磁が城沢17番地3日本部を置く日本の私立大学である。2008年に設置された。大学の略称は、日赤秋田看護大。日本赤十字秋田短期大学は、秋田県秋田市上北で去る、電磁が城沢17の3日本部を置く日本の私立大学である。1996年に設置された。 大学の略称は、日赤秋田短大。旧来の秋田赤十字看護専門学校を発展開祖する形で1996年に設置され、看護学科と介護福祉学科の2学科を合わせ持っていたが、看護学科は2008年に看護大学に開祖され、現在は介護福祉学科のみの単科の短期大学となっており、同時に日本赤十字社の系統では、 唯一の短期大学となっている。学部大学院学科専攻科別科秋田公共職業安定所では、公共職業訓練長期高度人材育成コースの中に、介護福祉養成科が、日本赤十字秋田短期大学において、訓練施設として設定されてある。日本赤十字秋田看護大学に関するカテゴリ日本赤十字秋田短期大学に関するカテゴリありがとうございます。